赤月に祈る事件は、第二次世界大戦終結後の1940年代、後半、ソ連軍によるシベリア抑留の収容所において、日本人捕虜の間で起きたとされる、リンチ事件。リンチの指示を行ったとされる人物が、日本への帰国後に逮捕、起訴されて、有罪判決を受けたが、本人は冤罪であると主張していた。事件が起きた部隊の名称から、 吉村大事件とも呼ばれる。池田十前参議院で証言を行う池田モンゴル人民共和国ウランバートル収容所においてソ連軍から日本人捕虜の隊長に任じられた池田十前元総長が労働のノルマを果たせなかった隊員にリンチを加え多数の隊員を死亡させていたとされる。この暁に祈るとはそこで加えられた裸で一晩中 木に縛り付けられる林地に対して、隊員らによって付けられた名で縛り付けられて、瀕死状態の隊員が明け方になる頃、首がうなだれ、暁に祈るように見えたことによるものとされる。この事件は、一九百四十九年三月に朝日新聞がスクープとして掲載したことがきっかけで知られることになり、元隊員二名が報道直後に吉村隊長こと池田元総長を告発する。これらを受けて。 池田と元隊員数名が4月に参議院の在外同胞引き上げ問題に関する特別委員会に承認喚問された。7月に池田は東京地検に任意出頭して逮捕、起訴された。物証はなかったが元捕虜の証言などに基づき、一審の東京地方裁判所は1950年7月15日に逮捕、 監禁6件と行き地死1件について、池田の責任を認め、懲役5年の判決を下した。池田の控訴に対し、1952年4月28日の控訴審判決は、逮捕監禁1件については責任を認めなかったものの、懲役3年の実刑であった。池田は最高裁判所に上告したが、1958年5月24日に、最高裁は、 上告を帰却し、実刑が確定する。収監された池田は、模範集として、刑期満了前の1960年8月に出所した。池田はその後も無罪を主張した。1979年8月には関係者2人の新たな証言をもとに、東京高裁に再審請求の申し立てを行った。 約7ヶ月後にこの申し立てを報じた新聞には絶対に許せないとして不快感を示した元隊員のコメントも掲載されている。1980年12月に最高裁は2件の証言申し立て書きは確定判決までの証言内容と変わらないとして請求を棄却した。請求棄却の際、池田はもう一度請求したいとコメントしていたが、 叶うことなく1988年に亡くなった。実際には池田がモンゴル側の指示を超えて過酷な処罰をしたことは少なからずあったものの死刑で退院を死なせたことはなかったという。上記の池田の刑事裁判では残虐なリンチがあったとは認定されなかった。事件を最初にスクープした朝日新聞の報道は長い間訂正されず、他の雑誌、単行本にも載って広まった。 池田は、朝日新聞の報道に関して、著書、活字の死刑の中で、報道被害であることを強く主張している。このほか抑留経験者である、久留美沢孝二が1983年に執筆して、直木賞を受賞した小説、黒パン不力の中で、池田の性を挙げ、吉村少佐として隊員に対する処罰を命じる、絶対者として描いた点に関し、 クルミ沢を名誉毀損で告発した。クルミ沢は自身が池田の隊に所属したと記したが、池田は該当する人物がいなかったとし、加えて作中に描かれた作業日程と死亡日時が事実と異なるという点を告発の理由としていた。その後、朝日新聞の記事そのものが誤報ではないかとの指摘もあり、朝日新聞が事実関係の検証を開始。朝日新聞は 検証記事を掲載し、1991年にリンチがなかったとした。ただ本件に関する誤法のそもそものスタートが、朝日新聞の記事であったことについては、あまり触れられていなかった。ありがとうございます。